こんにちは、ジャズラマーの黒田です。コンピングの2で段落の感覚が身についたら、次はうなずきのバリエーションを勉強します。まずはコンピング1でやったうなずきをバスドラムでやってみましょう。上がった時に足が入って、その直後にハイハットとライドが戻ってきます。足が裏に入るので少し難しいかもしれません。ハイハットの直前ですので、まずは両足の関係を確認してから手を入れるようにして練習すると早くつかめるかと思います。難しければこういう時はハイハットを省略してしまっても構いません。リズムが来るのが一番いけないことですから、自分の力量に合わせて音を間引きしましょう。それではうなずきをスネアでやるのとバスでやるのをうまく散りばめて演奏してみたいと思います。バスドラムでうなずく方がスネアでやるよりも安定していますので、うまく使い分けると綺麗なバリエーションになると思います。それでは新しいうなずきを覚えましょう。2拍目、3拍目、4拍目、表の音になります。表拍とは言っても大きい意味では裏拍ですからうなずきです。でも1裏や3裏よりは安定しているので、前回よりも大きいうなずきになります。表拍、裏拍の関係は別の動画で解説しますので、詳しくは割愛します。この3つはバスドラムでもできるようにしておきましょう。この3種類の大きなうなずきを前回のうなずきと混ぜたりすると、非常に会話のこう合いの手がうまくなった感じになると思います。さて、今まではどちらかというと受動的な受け答えだったのですが、2-4の裏が今度は問いかけになります。短い問いかけですね。それでどうしたのといった感じです。今までのうなずきはかなり適当に入れても相手の会話を邪魔するような形にはなりませんでした。もちろん音量や音色によっては妨げる場合もあるんですが、この問いかけの2つは相手の会話を妨げる可能性があって、使用には少し注意が必要です。これだとソリストは会話を妨げられて非常に喋りにくくなってしまいます。何どうしたのって聞かれてる感じがしますよね。相手のフレーズが途切れたところに入れ始めたりとか、段落に向かって連続して使っていくと跳躍力がすごく強いので、後ろにつながっていく感じがしてとってもスムーズな感じになります。このようにうなずきとか問いかけとか分類して私は解説しています。これらはあくまでも指標であって、うなずきだけど問いかけのように聞かせる音色だったり、場所によってはそのように聞こえたり、それは自分で録音してどう感じるかを聞いてみたり、あとは経験値でだん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 増えていくと思います。今回は以上になります。チャンネル登録の方よろしくお願いします。ドラムコーダーのメールマガジンでは、実際に曲でどのように使われているかを解説したりとか、いろいろやっていますので、よければ登録してみてください。では、以上になります。ありがとうございました。